早朝、人気もなく静まり返ったハーバーにて、2週間にわたる航海に向けた最終調整が船上にて進められています。今回のクルーズは様々な状況下での操船技術を養うためのトレーニングで、難所が多いバンクーバーアイランド沿岸を持久力、伸長性、環境の違う内海、外洋での航海技術ほか、天候、潮、目に見えない水面下の様子などをはじめとし、数多くの知識と情報、時には瞬時における判断をもとに安全な航海を続けるノウハウを身につけることが主な目的となります。車でバンクーバーから車でフェリーを乗り継いで来れる、リグロで来れる最北端の場所ですね。でバンクーバーを昨夜、まあ、世界で今朝早朝といいますか、3時半に出港して、まあ、ここまで約70マイルで、今が、ここに着いたのは6時頃ですかね、約70マイルを夜、まあ、早朝深夜から走ってずっと来たというところですね。で今日はここに予約します。まあ、今回はヨットマスターコースということで、何度か、オールナイト、セーリングやるんですが、まあ、最初の、トライ、最初の、まあ、何ですかトレーニングということで夜走ると、まあ、夜、まあ、当然のことは見えないということが最大の、まあ、問題であって、で特にここまでの航路にはその非常に丸太が、ね、たくさん浮いてるんですね。で大きな丸太になると、船に大きなダメージを、及ぼしますから、それをきちんと暗い中できちんとワッチをしながら、それを避けながら来なければいけないと、まあ、それは夜走るにあたっての一番の問題で、天気予報をチェックした上で、今日の午後遅くなると北西風が強くなるということが分かっていましたから、まあ、それもあってなるべく早く出発して、まあ、遅くなる前に一番の北西が吹くとですね、実はマラスミアストレート、という場所を通過してきたんですが、そこが通行ほぼ不可能に、小型の船には非常に難しくなる。ですから北西風が強くなる前にそのマラスミアストレートを通過してしまおうということも朝早く出た理由の一つですね。はい、どうもお疲れ様です。2日目、波も風もない穏やかな朝から晴天に恵まれ、今日も快適なクルーズが期待できそうです。
今4時 5.4 1周 3.8 今上げてる最中だね。上げてるかどうかだけど方向、それはさっきのあれで分かるの、うん、それはチャートで書いてある、この矢印で確認しながら。で普通はこの辺は南から北が上げ潮だ。要するに昼までは結構かなり追ってるんだよ、うんうんうん、だから今出ると多分大潮で走れるから、結構走れる、早く行くね。その程度は一緒の方向ぐらい上げか下に下げくらいは分かるようにしとけと、うん、いや、ね、もう分かってなきゃいけない、分かってなきゃいけない、うん、ちょっとまたそれを見てみます、うん。昨夜は、ルンド、まあ、これは本土ですね、マラスピナペニンシュラの、まあ、一番北の端、そこに泊まったわけですね。で今日はマラスピナペニンシュラ、そのルンドを、出発して、いよいよデゾレーションサウンド、と呼ばれる地域ですね、マリンパークとしてとても有名な場所ですけど、そこを通過してユカルタラピッドというデスロレーションサンドからさらに北に行く、そこの最初のラピッドを通過して、ビッグベイ、というところに来て今、まあ、ドックにつけて停泊しています。まあ、当初の予定は実はここはまだユカルタラピッド、次にジュラルドラピッド、それからデンツラピッドというふうに10マイルぐらいの間に3つのラピッドが、ね、連続してある場所なんですね。で当初はここ3つを一気に抜けてしまおうと、でその予定でいたんですが、潮止まりのタイミングが、合わなくて、まあ、それで今日はそのうちの最初のラピッドだけを抜けてここに停泊という感じですね。まあ、普通はまあ、ラピッドが1箇所あって、でそこを通過するには潮止まりの時間を計算して、でその潮止まりの時間に合わせて通過すればいいと、まあ、普通はこういう単純なんですが、こういうふうに短い距離に3箇所連続してラピッドがある、で途中で止まる場所はなかなかない、でそういう3箇所続いたラピッドをいかに抜けていくか、この辺を事前に、まあ、いろんな資料から調べて、でその中で計画を作っていくと、まあ、その辺が今日の一番の課題ですね。俺食べるぞ、1、2 これもらうよ、はい、おいしそう、ガッツリいただきます。ガッツ取った？3日目、風もなくとても穏やかな海、まるで湖の上を走っているのではと思われるほど滑らかな水面、数多くの島々が連なる地域ともなり、水路が複雑に入り組んでいるため常に正確なる移動地点の把握が求められます。フィヨルドの中を通過しながら快適なクルーズが続きます。デスリーは、デソレーションサウンドの北の端のビッグベイに、まあ、その前の日泊まったわけですけども、まあ、そこを後にして、ジェラルド、デンツ、それからグリーネ、ウィルプールという4つのラピッドを通過して、
それとフォワードハーバーというところをですね、そこでアンカリングをしました。ラピドが4つあるということで、まあ、その前後のスピード、どのぐらいの速さで流れてるか、このあたりをきちんと見極めてですね、それから、進入していったと。でこのタイミングをどう取るか、これがやはり一番大事なところですね。デイ4は、フォワードハーバーから、エコベイまでですね。これはもうカナディはバンクーバーアイランドの北の方に近い、もちろんフィヨルドの中ですけども、まあ、結構昔からある有名なリゾートのエコベイリゾート、ここまで走ったということです。この日は、高低が約50マイル、ジョンストンストレート、途中どうしてもジョンストンストレートを通過しなければいけないんですが、まあ、このストレートというのはジョンストン海峡ですね。ここは非常に荒れることで有名で、特にデイ4はゲールウォーニングが出ていたので、早朝に出発して風が本格的に吹き出す前にジョンストンストレートを通過してしまおうということで、6時に起きてですね、6時起床で6時半まだ薄暗い中ですけども、そこを出発して、まあ、無事本格的に吹き出す前に、ジョンストンストレートを通過で、また中に入っていったと。その後とても狭いチャンネルがあるんですが、そこでトランジットを使いながら、まあ、慎重な操船をしなきゃいけないわけですけども、トランジットを使って、狭いチャンネルを通過していったと。でその後最終的にはエコベイまでということですね。今日も結構50マイルとそこそこの距離があったので、まあ、早め7時にはもうエコベイを出発してクイーンシャルトストレートを横断して、ここポートハーディですね。ポートハーディ、バンクーバーアイランドの最北の町ですね。ここまで来たというところですね。今日はなんといってもやはりクイーンシャルトストレート、クイーンシャルト海峡の横断ですね。大陸側からバンクーバー島外横断、約20マイル強ですね。昨日の時点ではゲールウォーニングが出ていて、でもちろん朝天気予報確認して、まあ、それがストロングウィンドウォーニングに、なっていたので、まあ、今日は渡ってしまおうと。まあ、ゲールウォーニングですとね、やはり渡らない方がいいんで、もう一日大陸側でウェイトということなんですが、まあ、ストロングウィンドウォーニングということで今日渡ってしまったということですな。海が非常に豊かな海でね、魚も簡単に釣れますし、まあ、日本から来た方なんかはですね、こんなもので釣れるのかというような非常に荒っぽいルアー、針丸出しで、まあそんなもんでも我々のような素人でも簡単に魚を釣れると、うん、いうことで、まあ、海の幸をたくさん楽しむことができる、まあ、魚の他にも、まあ、今回まだ取ってませんけども、牡蠣とかね、アサリですとか、そういういろんな海産物が楽しめる、これは日本人ならではの楽しみ方ができる場所じゃないかなというふうに思います。ポートハディを出発して、いよいよバンクーバーアイランドの北端、ケープスコットを回る、まあ、ある意味で、このコースで一番難しいところに行くわけですけども、まずポートハディから、ジャンピングステップといいますか、バンクーバーアイランドの北端、スコットチャンネルを通るための待機地点、であります、今回ウィルスアイランドというその非常に小さな島と、ニギルアイランド、大きな島のその狭間に位置するアンカレージで一晩を過ごしました。でも通常はブルーハーバーというもっと大きな
場所で泊まるんですが、まあ、そこよりもウィリアスアイランドの方が小さくて、まあ、他の船もいないしとても綺麗なところなんで、まあ、そこでオーバーナイトをしたわけですね。次にウィリスアイランドをいろいろ出てですね、でここから先バンクーバーアイランドの北を北端を回る、難所が2カ所あります。一つはナウイティバーン、これはですね、いわゆるバンクーバーアイランドのメインアイランドとその小さな島、ホープアイランドの間、非常に狭いチャンネルで、ここがなぜ難所かと言いますとですね、もう一気に浅くなってるんですね。太平洋、北太平洋からの大波、大きな波が寄せてくる。でそこがこの狭いチャンネルで、しかも非常に浅くなって、だいたい30フィートぐらいに一気になってるわけですな。そこに到達するととてつもなく大きな波が出す。でしかも、潮の流れは非常に速いということで、ここもスラックタイム以外、要するに潮が止まる時間以外は通れない、そういう場所なんですね。で天候が悪化するとスラックタイムでも非常に問題になる、まあ、そういう場所ですね。でそこを通過するとということで、スラックタイムの時間計算をきちんとすると。でなおかつそこから今度ケープスコットまで、バックバイラーの北端のもう一つのチャンネルがあるんですが、まあ、そこも結構狭くて、しかもカレントが非常に速い。ですから単なるスラックタイムというよりも、その後の潮の流れを計算に入れた上でスラックタイムを選ばないといけない、そういうそのナビゲーション上の大きな課題があるところですね。で我々はちょうどお昼の時間にそのナウイティバーのスラックタイムを使って経過、その後約ケープスコットまでだいたい10マイルぐらいあるんですが、その間ずっとカレントを追ってで走ることができる時間帯を選んだということです、ね。まあ、それで昼頃のスラックタイムを狙って外へ出たと。でもう一つ重要な点は、その辺のその後24時間の天気の変化、これをきちっと推測しなきゃいけない。で北太平洋、特にバンクーバーアイランドにぶつかるところで非常に天候が一気に急変して悪くなる場所、特にケープスコットは昔から海の難所として知られておりまして、まあ、たくさん船が沈んでいる、そういう場所なので、慎重にウェザーインフォメーションをきちんと取得して、それをちゃんと解析してから出なきゃいけない。で一応その数日前からずっとウェザーをウォッチして、でこれは多分大丈夫だと、ウォーニングも出ていないということを確認した上で出たんですね。で風は20ノットから30ノットの北西風が吹くという情報、我々にとっては追手になるわけで、まあ、それで出たわけですな。で出たところがケープスコットを通過した時点で、天候がちょっと急に変わりまして、ウェザーウォーニングが出た、ゲールウォーニングが出たと。まあ、とりあえずウェザーウォーニング、ゲールウォーニングが出てる中で、これ以上航行続けるのはちょっと問題があるということで、中京バンクバイランの北端、西側の小さなシーオッタコーブというところへ、とりあえず入れたと。まあ、途中かなりフォグ、霧が出たり、非常に浅い場所、ケルプがたくさんある場所を通過しなくちゃならないということで、まあ、結構ナビゲーションが大変だったんですけど、まあ、そこに入って一晩過ごして、でその後その場所をシーオッタコーブで、ウェザーインフォメーションを再度きちっと聞き直して、で相変わらずゲルウォーニングが出てはいたのですが、局所的なものであるという判断に基づいて翌日早朝に出航。でそこから24時間、正確に言うと28時間ぐらいですか、まあ、走り続けて、それでホットスプリングコーブですか、ホットスプリングコーブへまず朝10時ごろ到着で、まあ、ちなみにシーオッタコーブを出たのが朝の10時ごろで、一晩中走って、まあ、予想通りといいますか、結構強い風が吹いていて、大体30ノットぐらい、ただし大手ですので、ジブセール1枚だけでフルジブでずっと平均7ノットぐらいでずっと走ってきたということですね。で24時間走ってホットスプリングコーブ、まあ、ここでまあ温泉に浸かって、まあ、疲れを癒して、で今現在はその日のうちにホットスプリングコーブから、まあ、風呂に浸かった後昼過ぎに出航して、まあ、夜7時8時頃ですか、ここ、ね、トフィーノに到着してトフィーノのドックにつけたと。
トフィーノ出発して、バークレーサウンド、とても素晴らしい入江ですね。大きな入江のほぼ中央にたくさん島が、もう大小取り混ぜたくさんの島がある。特にここは野生生物がたくさんおりましてね、まあ、今回も見ましたけども、クジラとかシーライオンとか、まあ、その他いろんな海でたくさん野生生物がいる場所としても有名ですね。まあ、この入るところ、まあ、非常にたくさん島があるのと暗礁が非常にたくさんあるんですね。でその中でたくさんある島の中で自分の行きたい方向をきちんと見つけて、で島をきちんと判別して、で正確にきちんと暗礁を避けて通っていくという、まあ、そういうナビゲーション上の課題がある場所ですね。まあ、そこをうまく通過してですね、まあ、それで、そのうちの島の一つに、停泊したということですね。で翌日早朝、出港して、ワンダフカーストレートの、まあ、ちょうど入り口にあたりますポートレンフィルというところまで行ったわけですね、その翌日。でそこからいよいよ、まあ、最後の、まあ、難関といいますかね、まあ、難しくなる可能性の非常に高いワンデフカストレート、これはオリンピア半島それからバンクーバー島の南端、この間にある狭いチャンネルですけど、まあ、狭いといっても結構な広さはあるんですが、まあ、何しろ太平洋から大量の水が、バンクーバー島内側の海域に向かって大量に出入りする場所で非常に潮の流れが速い。でここでは特別なカレントアトラスという、まあ、このエリアだけに見られるものですけども、潮汐表の特殊な潮汐表、そのワンデフカストレート専用の潮汐表をうまく使ってうまく潮の流れを捉えて入っていくように、で最大2ノット 2.5 ノットぐらいになりますので、まあ、例えば、まあ、セールボートですから通常のスピードがあまり出ないで、まあ、6ノットのスピードで走ったとしましょうか。2ノットの逆潮ですと結局4ノットでしか進めない。ところが2ノットの追い潮に乗りますと今度は8ノット出る、4ノット対8ノット結局時間にすると逆潮に乗ると倍時間がかかるということになるわけですね。でただ距離が長いのでずっとその潮に乗っていくわけにもいかない。でそこでいかに効率よく潮に乗る時間を、ね、捉えながらいくかということが、まあ、ここでのナビゲーションの課題になるわけで、ここは同時にですね、潮が速いと同時に強い風がいつも吹いていることで有名なんですね。でそうするといくら追い潮に乗っても、今度いわゆるウィンドオーバータイドといいますけども、潮と逆の方向から強風が吹いていると非常に海面が危険な状態になると、まあ、そういう心配もこの水路はあるわけで、まあ、それらのいろいろ複雑、天候それから潮それから時間、それらあと距離ですね、これらをうまく処理してプランを作ってそこでいかに効率よく進んでいくかというのがこのワンデフカストレート通過のポイントになるわけですな。で今回は全く珍しく、天候変温で風もほとんど無風に近くて、まあ何事もなく順調にビクトリアまでやってきたということですね。最近新しく自分のマイヨット買ったばかしだと思うんだから、今まで日本で東京で、夜はやってナイトはやったことあったんだけど、そのナイトの中で霧っていう経験をしてもなかったから、その霧の中をナイトを走る、まあ、ちょうど島に渡るとき、あの経験が一番今回は勉強になった、そんなふうに思ってますけど、ね、やはり今までやったことのないそのオーバーナイトでの24時間走り続ける、特にその、太平洋、まあ、ど真ん中ではないんですけども、陸の見えない場所で真夜中、しかも後ろから強い風が吹いてる中で月の光だけで走っていくっていうのが一番やはり今回の訓練の中では非常に貴重な体験だったと思います。まあ、今までの何でもやってるヨットマスターコースの中では、まあ、実は一番平穏に行ったコースといいますか、通常はバンクーバーアイランドの北の端のケープスコットを越えるのに大体天候待ち、天気待ちで2日潰れたり3日潰れたり、
で天気のいいところを見計らってダッシュして出ていくということだったんですが、今回非常に天候に恵まれまして、ほぼあの天候待ちということは、まあ途中1日だけあったんですけども、それ以外は全くなく、非常に順調に推移してます。ちょっと待ってください。それは幸いだった。もう一つはその、今回ちょっと人数が少なかったわけで、通常ですと最低4人か5人は乗ってるんですが、今回参加されたことが2人ということで、人数が少なかったんで最初はちょっと心配だったんですけども、そういう天候に恵まれたということもあって、ちょうどいい内容になったのではないかな